せーい。ちょっと待ってよ。今先ほど帰ってきまして、これか。うん、前向こうや。それな、みんな前向こうぜ。ほんまそれ。よいしょ。こんばんは皆さん。よいしょ、ツイートしますわ。ちょっと待ってね。こんばんは。イエーイ。こんばんは。ドアギを見てきました。お疲れ様、おめでとう。そしてホークスファンの皆様、もうそれしか私は言葉にできません。まあそうですよね、強かったですね。とりあえずまあホークス強かったですね、本当。ただただ、はい、私が言えることはただ一つ、強かったです。こんばんは。絶対絶対キャラじゃないで、スタンプでヘッジしたくなるようなタタタタ。かゆ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 。ケンザブロウさん、アッシュ、マッチ、ミャミャミャ、ユウヤくん、リチェン、ミャミャミャ、ハートの風船ありがとう、七つ星、エイジさん、松村さん、ヨッシーパパ、誰か拾ってねやことね、クマ太郎、コウマ、マーチャ、モモイナ、うん、ウェムコ、コンサ、バンパイア、ユキ、バブバブ、ケンザブロウさん、パンありがとう、モロコシツッチ、パンファリン、パンありがとう、松村さん、マルクさん、マーチャ、誰もありがとう、プルプル、エイジスさん、フリフリありがとう、エジさん、誰もありがとう、プルプルハートありがとう、ケンダブローさん、ゴドニグーグーとコバンとバラありがとう、おーシーズちょっとぶりー、マ31、うん、うわ、マルクさんもまさかの、カモメさん、エルト級カモメ、アバター変わりました。え、トラさんどんな感じだったんですか。そうなんです、ついに明日か、うん、よかったよね、シーちゃん、おはろちゃん、ヤフカラフォー、うん、そうなんだよ、 V フォント、トロロン、ドンちゃん、マーゴ選手、あれほんまかな。松村さん、お疲れありがとう、ユキさん、こんばんは、ヤフからフォーハートありがとう、プルプル、お疲れありがとう、安則、ユキちゃん、あ、何この松村さんの星、まさかでも星ありがとう、同時も無敵、うん、こんばんは。関西人やな、元取ろうとしたの、まさかね、翔くん、シャネルタン、ドンちゃん、星ありがとうね、取材拒否。うん、どんぐりうんちゃん、みやびさん、こんばんは。今日の服は小島ゆが誕生日にくれた服、朝かご、こんばんは、みやびさん、お疲れ様。お、ほんとだ、すごく、ほんとだ、私よりよく見てくれてんね、 YouTube ありがとう、ほんとだ、私より全然見てくれてるわ、うんうんうん、わ、嬉しい、このコメントも、うんうんうん、うーん、素敵素敵、うんうんうん、今見ました、ほんとだ、ありがとう、好調ですね、ほんとだ、はい、また編集しようと、じゃあ。似合う、ありがとう、そう、もうすぐね、小島ゆちゃん、ちょっと寒いけど、まあまあそんなだよ、うん、あ、もう明日か、明日ホーム最終戦か、ゆきちゃん似合う、ありがとう、小田選手は明日さ、なんでさ、あれじゃないの、
明日じゃ飲んでない、明日も引退やらないってことですか。衣装みたいに見える。野球も終わりに、ほんとそれね。月広こんばんは。やば、野球終わっちゃう前に投稿したい動画いっぱいあるんだよ。ほんま半袖無理になりました。マジ、うん、コンタクト外した。今日はでもちゃんとお化粧もして、なんやらかんやらしておりましたよ。ちゃんとしてましたよ。よよんよんよん、よよよよよんよんよん。あ、うんちゃんレターありがとう。ちょっと一瞬だけ待っといて。一瞬待っときな、ごめん。ホーム最終戦でも早いな。一瞬待っといて、ごめんごめんごめん。ほんまごめんな、一瞬待っといてな。二日坊主こんばんは。ちょっと一瞬待っといて、ごめん。すみません、元ハートありがとう。ドバゲのショックで、うん、海海元トム75、エル特急カモメダルもありがとう。ノアこんばんは。はい、待ちまし寝かしつけじゃないですよ、うん、あ、そうなんだ。ユーナお疲れ様です。タカフォーでございます。 MJ こんばんは。じゃあ小田選手はないんですかね。ってこと、あれちょっと待ってな。めんどくさいことになっちゃった。まあいっか、よいしょ。ホークスおめでとうございます。 MJ こんばんは。タグジャニもこんばんは。とも星ありがとうね。高山さん、タグジャニこんばんは。もう月広手まりありがとう。高山さんこんばんは。私ホークスキャンプ行ったのっていつやったっけ。今年やったっけ。今のホークスキャンプ行ったの。あと視聴で疲れんたん。ヤッホー、そう珍しい服着てる。うん、ちょっとモグモグしてた。
久しぶり。気持ちの整理がついたら見て、あのそんな急をせかすつもりは全くない。うん、目が覚めるような、なんか、うん、気持ちの整理がついたら見てください。本当にでもあのせかすつもりはもちろんないです。ケイノシン、こんばんは。今年行ってないっけ、マナホークスキャンプ。今年そっか、なんか疲れてたもんね。だってタイ帰ってきてすぐ宮崎行ってさ、疲れてたもんね結構。私嬉しい、インスタの髪型あれいいですよね、髪型がね。うん、心情に寄り添う動画となっております。本当だよ。うん、あ、風船潰してるやつ見たよ。サイコパスやったなあれ。褒めてんで。あのそうそうそう、あれ、あの嫌な思いせんとって、今のディスじゃない、褒めてます、めちゃくちゃ。そうだよね、お疲れ様、ほんまよう頑張った。ホークスファンの皆さんおめでとう。それしか言われへんわ、おめでとう。いやロケしてて、でもその次の日はまだ宮崎おってんけど、元松さんこんばんは。行ってなかったか今年は。今年オリのキャンプ2回行っとったね。まだなんとなく思い出してきた。うん、お疲れ様、本当に。一昨年か行ったの。うん、炎上はやめてくれ。みんな炎上は良くない。今年も優勝ということでよろしいかと。今年も優勝か、なんとも言えないですね。もう、え、今日も9月23日だったの知ってた？早いな。そうか、早いな。ね。うん。なるほどね。とも誰もありがとう。みんないろんなストレスがかかってんねんな今。息づくの皆さん。まあ。未来イヤホンね、もうすぐだって幕が上がるの。大阪公演から、1ヶ月か、早すぎ。マジック4、楽しそうだね。そっちも楽しそうですね。赤もにはありがとう、ありがとうございます。みんないろんなストレスがあんねんな。そうだよね。いや、そうだと思います。MG レターありがとう。ストレスあんねんな。そんなストレスも、もう終わっちゃう野球が。うん、追い込まれてました。あ、そちらもそんな感じ。ちょっと今日の試合見るわ。あ、巨人戦やったんですね。なるほどね、なるほど。まあみんないろいろあるよね。ストレスで肌荒れしてる。すごい女子みたいやな。乙女やねんな。乙女なんですね。いや、私は特に何ってないけどな。何って特にないけど、明日、あ、おまねちゃいとる1960日ありがとう。うんちゃんかわいい、ありがとう。他力本願、そんな感じなんや。バチバチやね、そんな感じなんや今。明日オリックスはホーム最終戦ですか。練習するか、じゃあ京セラの動画を見に行ったやつとかね。いい加減に、マジでやばい、ほんまに編集しないとシーズン終わっちゃう、リアルに。かっくんこんばんは、うにうにありがとう。おじいちゃんこんばんは。終わっちゃうな。
な、マナのも寄せがいてほしい。明日は行けないんですけれども、あれどこ行った。いや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 、うん、去年かあげてたの。今年の現地観戦終わりました。あ、お疲れ様でした。すいません、私は一足先に終わらせていただいていたんですけれども、そうかそうか。もう野球終わるね今年。結構マジで結構マジで終わるよね。ちょっとどの動画編集するかな。いっちゃん最新の動画とりあえず編集するか。ただまた時系列がねややこしになるんですよ。ドームにやってきました。今日は9月の16日。私が京セラに来れるのはもう今日が最後です、ホームの試合は。はい、ということで曽谷投手が先発なんですけれども、勝ちたいと思います。行ってきます。らしい、うん。マナティのイベントを無視して野球観戦したら全て負けました。来年は気をつけます。すごいね。逆にもうなんか何とも言われへんもん。それすごいねありがとう、そんな風に言ってくれてな。ありがとうな、みんなありがとう。ほんまいつも みんなが楽しいと思うことをね、みんなができたらいいななんていう気持ちでございます。そうだよね。この動画編集するじゃん。ドラフトの話題になるのかなああよかった、小声ありがとうございます。そうなんですよ。優勝戦そう、新人はそんな感じなんですね。日ハムそんな感じなん。そうなんや、そんな感じなんや。本音は良くない、じゃあプレミアジュリーのメンバー予想から決めようか言うてドラフトはまだ毎年ほんま全然分からんからね、ここで教えてもらうことばっかりだよね毎年。これで終わりかな。この辺もやな。京セラドームにやってきました。あれ、また京セラドームにやってきました言って同じこと言ってるけど、合ってるかな。22分もあります、長い。ウィング、アバターかかった、やっほー。マナティに楽しませてもらいます。それでいいね、みんなそれでいいんです。そんなね深く考えずにいきましょう何事もそんな深く考えずにいきましょう。ジージョ、お疲れ様。すごいね、東京ドーム。そうだ、すごい。東京ドーム何、キラキラありがとう。そういうことです。ギョーン、編集するじゃん。あ、ムラッチだ、やっほー。何やってたの東京ドーム、楽しそう。いいな。そうだよね。でマンティです。試合してたんや。すごいね。イチロー選手はそっちなんや。ネタにしてくれへんで言うてエールなんや、ありがとう。
YouTube 編集しますか。カッカカ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 カラカカラフフー、カカラカカラカカカカカラカカラフフー。みんな今日もお疲れ様。うん、あ、探してくれたんや、ゆうりちゃん。もしかしたらおるかもしれんからね。ゆうりだよーっちゅて、ゆうりだよっちゅておるかもしれんからな。これちょっとストーリーあげとくな、今ストーリーあげとく。でもこれ顔あんまりやねんな、前ねんけど。うん、これは悲しみ、すまん。まだもまだまだアップしたかったな、すまんね。うん、本当だね。女子野球そんな、でもすごいな、東京ドームでやってるね。あ、肉離れあかんやん、大丈夫やったのそれ。マナティもお疲れ様、ありがとう。50歳でスイングか、すごい。ノノこんばんは。うん、これせっかくやし編集しようか。じゃあ明日、明日何時プレイボールですか。6時、明日までにアップしたい所存です。しのちゃんおった気がするワンちゃんおったね。ヨシノだよ。うん、来年は。いや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 、ほんまありがとう。そんだけ会えるっていうのは素直に嬉しいかも。あ、見た見た、エイジさんそれ。うん、2回からサード守ってました。サードでもさ変わらんのじゃん、そんな肉離れどうこうって変わんのタンタンティーヤホー。違う違う、あの服は買いました。前言ったさ、ちょっとお高いワンピース買えたみたいな、うん、言った時のワンピース感。密かに新メンバーいるかと期待してたのに。ああ、まあもちろん入りたい欲はそれはもちろんねありますけどねそれコメントに書いといて。じゃあマナティもいるかと思ったうん、うん、あの年で完封しましたからね。すごっ、すごいね。そうなんだ、見た F 君。こんな感じです。イエーイ、かわいいよね。あんまり今年はおっと、ダサいダサいジャージがあんまり今年は着れるあれがなかったんですけど、イエーイ。写真撮っといて。情熱の赤いバラ好きだもし。いいねこの服、意外と、意外とっていうか普通に、いや意外とっていうのは私があんま着ない系統やからって意味ね。イエーイ、キラムシ。そうそうそう、私があんまり着なそうやからっていうので赤を選んでくれたらしいです。いいね、よいしょ。 MJ かわいい、ありがとう。ワンピースかと思ったけどユキありがとう。 M… あ、言ったわ。チカちゃんこんばんは。赤によ嬉しいじゃん、お姉つの赤いバラありがとうございます。岡村選手のヒーローインタビューです。あー疲れたねみんな、もうメイコンぐらいしかあかへんわ。うん、そう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 、泣けたよ。いいなー、おめでとうね、ちかちゃんおめでとう。そう、赤がそう新鮮、あんま確かに着ひんやん。そう確かにプレゼントでもらわへんと、あのなかなか着る機会のないですよね。うん、なんで背中なんなんで背中なん。うん、情熱の赤、今もうこんぐらいしか見えかへん実は。編集する、ズバリどうしようかな、編集する、編集しますか。うん、ホシピーこんばんは、目の前にいるみたい放送席放送席、この前 TikTok にホリエモンさん流れてきて、ホリエモンさんってすごいねんなあ、カープの話してんの。うん、マルクさんがいい、素敵な提案全部負けました。そうやったんや。
余力があれば。明日投稿したいな、確かに。ホリエモンさんについて詳しく知ってる人、あのさ、ホリエモンさんがさ、野球のどの子のってどういう話なの？それ、そんなの知らんねんな。知ってる？野球チームをオーナー？宮内さんと同じ立ち位置？うん。そうなん？お父さんこんばんは。そうなん？え、ほんでどうなったん？え、じゃあめっちゃオリックスって関連してるってこと？へえ。え？すごっ。近鉄買おう。え？知らんかった。キャノンブルこんばんは。なんで？なんで買収しようとしてたんですか？マングースこんばんは。散歩こんばんは。うん、へえ、近鉄ラインポンこんばんは。買収ってどういう立ち位置？宮内さん、宮内オーナーと同じ立ち位置ってこと？でも今もされてるけどね。ああそうなんだ。え、すごいね。なんか今初めて検索したけど、阪急からブレイブスを買い取った。おやすみ竹津に。ホワイトナイト的な感じで。ああなるほどね。でも買い取ってたらオーナーやったって意味。うん、あ、そういうことやったんや。12球団をキープしようとしてた。みんなよく知ってんね。ライブドアって何？うん、ああそういうことなんや。ルンルンこんばんは。でも今10人やるな。あ、だから楽天がやったって意味か、それを。ルンルンシューティングスターありがとう。うん、へえ。なるほどね。はん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 、ヤフーみたいなの。なるほど。でも今も北九州の雪好きなのかな。だってドライブドアの CS やってたかもしれない。ああだからそういうことか。周一郎こんばんは。やってた会社、今はやってるわけじゃないんですか。フジテレビも買収しようとしてんで、すごくない？へえ、ダイエー、そうなんだ。なんでも、あ、なるほどね。お湯かけてる。え、大分の人なの？私別府温泉去年の旅行先やん。うわ、今年も旅行行きたいな。幼馴染たち連絡しようかな。うん、なんでホリエモンさん、あ、だからライブドアが買い取ろうとしたって意味か。野球好きなんですかね。
じゃあさ、ちょっとオリックスに関連してるってこと？あ、そういうことか。福岡なんだ。あー、だから北九州なんや。なるほどね。まあ、確かに注目はされるもんね、そら。ほんとだ、18年前出てくるわ。うん、2023年にもなんか記事が出てるわ。うん、なんでこんなお金持ちなんですか？成功してるから、事業が。オリックスは無関係？はあ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 。うん、許してません。へえ。ああ、社会的信用度が上がるからね。わかんない、全盛期知らないですね。へえ。そうなんや、よく知ってますね。全盛期ってどのくらい、これかまさに18年前ってことですか。あんま出てきた。12球団を死守する、死守する本当の理由。2024年やん、しかもこの記事。孫悟空こんばんは。ストライキしたんです。へえ。ほうほうほう。へえ。うんうん、そうなんや。みんなよく知ってますね。応援する関係だけだな。へえ。え、また少なくなろうとして、だから合併しようとしてるからって意味ですか。ライブドア時代ってことはもうライブドアじゃないってこと。本当だ、仙台に球団を作ろうと考えたのですねって。まあ、だから野球についてのお考えがあるということなんですね、きっと。ちょっとこの合併系はね、あんまり私わかんないんですよね、正直。へえ。うん、あ、そうなんだ。それがチャンステーマになってんの。あ、これか、ライブドアベースボール。ほんとだ、出てきたわ。ほんまや。うまいね。うん、濃い話だね。うん、今もカール中なのかもしれないね。へえ、そうね。でもそこの関連が流れてきたまま TikTok。 知らんかった。うん、ミッチーこんばんは。
へえ、あ、18球団にする案もあったんだよ。シュクシュクやります、どうぞ楽しんでください。おめでとう、イエーイ、うん、おめでとうございます。あー、なるほど、今のプレー人気はなかったと思う。ノブこんばんは。合併のせいで近日消滅したけど東北にチームが誕生しました。マイクこんばんは。なるほどね、そういう感じなんやな。なるほどでございます。うん、へえ、ビールかけ始まった。うわー、ビールかけホークスか。なんかマナがさ、オリックス応援し始めた時代から結構ホークスがずっと1位取ってて、よくビールかけ見てたけど、今年は自分たちじゃないという、なんだか悲しい感覚ですね。うん、なるほどね。はあ、交流戦が始まった。そうなんや、巨人が人気やからって意味それ。うん、現地でドバギメートル20年ぶりだったな。いいの、楽しそうで。強かったね、でも今年はホークス本当に、もう素直に悔しいけど素直に強かったですね。なるほどな。じゃあ野球好きというより、言うよりというか野球好きの感覚というより、その買収した動向のお話なんですね。でも野球ってすごいと思うんですよ。だから野球に対してのリスペクトはすごくありそうですけどね。うん。生卵。うん。なるほどね。うん。シャンパンかけか。寂しいね、今年私たちビールかけないんですね。うん。ママや福岡まで来ないの知ってるって。はあ。ほんまや、出てきた記事。あ、へえ。王さんの言葉。エモンガオシさん、しんちゃんかな。こんばんは、はじめまして、岡村マナです。マナティーと呼んでください。お願いします。で、今年は自分の支給団で。胴上げの瞬間が見たいな。それな、本当にそれな、来年こそはですよ。 あそうなんだ。うん、多分卵かけにしとこう。でもそのな、ちょうど流れてきた TikTok ので、なんかにわかファンがあのファンを作ってるみたいな、にわかファンがエンタメを作ってるみたいなお話をされてて、なるほどってそれも思ってんな。って言ってた、なんかそうそう。マナティイコールエンタメ。うん、ああマジで悔しかった。なるほどな。あ、そらさこんばんは。あ、それ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 、ニックファンが増えないとエンタメは、そう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 、ヤクルト。みんないろいろ思うことあんねんな。うん、ジェット風船も、なるほどね。うん、ニューカセンビ好きですよ私も。京セラでの胴上げは2年連続、ライト層だよね一番大事なの。あ、でもねそれはちょっとやっぱ思うよね。うん、盛大にやって盛り上がってほしいね。そうだよ、あのホークスファンの皆さんきっとここにいると遠慮してしまうと思うけど、
全然喜んでもらって大丈夫混んでて余計喜びにくいかごめんね。うんうん、新規ファンが定着しない。そうね、うんうん、ほぼ同時に終わったの印象的で、そうだね、ワールドカップなんでまさにですよね、うん、あら猛烈です。にわかもにわかじゃなくてもファンはファン、好きになる気持ちは一緒だよ。あーでも本当そうだと思います私も、うん、見てないな、人をいかに集めるかだと思うけどね。そうね、でもそうなんだろう、にわかっていう言い方は本当にわかっていう言い方よりもやっぱライト層みたいなのが聞こえがいいけど全く同じ意味だとは思うけどね。私も興味を持った人を歓迎することが大事。あ、いいこと言うじゃん、うんうん、本日おめでたいか知らんけど西の方におめでとう一応な西の方にな、それは大事やわ。そうだね確かに、うんうんうん、確かにメモっとこう今のいいこと言うやんと思って。えワードロップンで諦めやで、編集いつすんねん岡村さん言うて、うんうん、人に我ファン野球ファンもアイドルファンも通じるものがあるよね本当に、うん、今日昼には完売していた、明日も完売やんな、てかもう終わるねマジで京セラの試合、CY やって試合ね、うんうんうん、本当にねそうですよ、うんうんうん、白猫さんこんばんは。どうですかね CS 沼に入ろうとする人をいかに沈めるかですよね。ゴングが鳴ったみたいやわ、リリーン、 SNS で見れないのか、あーそうだね、あと数試合で今シーズンが終わっても悲しい、悔しいね今年はね、うん、あそうなんだ、まあでも今シーズンもそれなりに見に行けたので私は、うん、超盛り上がってた。横浜スタジアムどんな試合してたんやろ、やばい、そんな感じなの、そうなんや、まあね、今日はちょっと悔しいモードですね、どうしてもね、どうしちゃってもどうしちゃっても悔しいモードだよねきっと、なんてこっただよ本当に。大好きな人が入荷はいいか、あ寄せ書き終了した、だから書かれへんかったって言ってたんや、うんうんうん、そうだよね、胴上げね、まあ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 明日勝ってね、足立選手ていう岡田選手最後見送れたらいいですけどね。こちらはトラ頑張って応援します。そんなオリの4戦全敗なんてこった、うん、ちょっとしたミスが致命的になってる。タッキーこんばんは。確かにお父さん花束ありがとう。流氷の味も知ったしビールかけの楽しさも知ったし、確かにそういう意味では結構いろんなことを知ったのがありますよね。中島監督なんだっけ、なんで言わなあかんのやったっけ昨日また言ってたらしいですね。
あ、そうなんですか。え、そちらの福田周平選手も。そうなんや。そうなんだ。なんともまあ言えませんが。そうなんですね。まあちょっと今日はかなピーナッツですが、そうだね、やっぱり。そうですね、やっぱり明日編集、え、でもな、明日アップしたいな、編集してさ、編集して明日アップしたいな、本音はね。え、でも今もういい時間ですからね、寝ますか。やっぱだってみんな今日疲れたよね、優勝してな。うん、知識増えた分辞める選手も分かるようになったからかわいい、同じ気持ちなんや。じゃあありがとうな、嬉しいわ、そうやって言ってくれて。かわいいね、本当に。伊藤しまる伊藤しまる、ずったるったる。そうですね、じゃあ、あ、明け止めの時間です。皆さん43 42 41 40 39 38 37、おー、散歩ありがとう。35 34 33 32、山岡投手ね、お誕生日やったしね。嬉しい、健三郎さんいつもありがとね。27 26 25 24 23 22 21 22 19 18 17 16 15 14 13 12 11。惜しい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。明けおめことよろ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ナイスチャレンジ、いつもありがとう。今日はやっぱ終わろうな、だってこんな気持ちで編集してもあれやしな。でもやゆちゃんとのあの動画はね、面白い感じだと思います、みんなのおかげで。あけことやろー、年賀状待ってるわ、どんな写真かなー言うて皆さん昨日 YouTube アップしたので、ひっそり、実ははい、実はひっそりアップしましたので、ぜひ見てください。3連休お疲れ様みんな、明日からお仕事の方も多いんじゃないでしょうか。お互い頑張ろうね。明日は安倍さんに会います、私の予定は。はい、明日は安倍さんに会います。愛しき人よ悲しませないで、うん、うん、そうなんだ、さよならヒットで。へえ、YouTube 見てから寝て、かわいい。ゆすりアップしても通知が来るでござる、ありがとうでござる。アベッチの方です、ナナミンなんて恐れ多くて未だに言えません、アベッチの方でございます。そう、ちょっとコンビニだけ行ってくるかな、なんか飲み物これしかなくて困るでしょう、これしかないと。そうなんです、そう、明日は阿部さんに会うよ、楽しみだよ。うん、お、悔いのないように野球観戦してまいりまぷ。そうなんですよ、ちょっとコンビニだけ行こうかな、怖いよね、でもこの時間に外出るので、ね、まあ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 。さ、じゃあランキング見ますか。違う、安心のすけさんはえぐいな、ちょっとサインもらわなあかんな言うて、サインもらえますか言うて、わがままなですよ。そうやね、足らないよね、さすがに。気をつけてね、ありがとう。携帯持って移動するわ。ありがとうございます。読みますよ、おじさまの返事返したかな。ドド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 ド
ルル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 ルあれじゃなくて阿部になってもそうやで、あれじゃないですよ。あ、ね、ね、アップされたね、ビーズ TV。 13位、プル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 、ありがとう。12位、ケンザブロさん、ありがおにぎり、ありがとう。11位、エイジさん、ハイヒフヘホ、ありがとう。10位、エモティ、あ、もともともとさん、ありがとう。9位、うん、ちゃんちゃんちゃん、ありがとう。8位、ダルダルダーンちゃん、ありがとう。7位はユキ、チャチャチャ、ありがとう。6位は MJ さん、フォー、ありがとう。9位は松村さん、あり、松村、ありがとう。4位がゴダネ、おやすみなさい、ありがとう。3位はトム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 、ありがとう。2位は高弘月弘双子ちゃん、ありがとう。そして映える第一等賞先輩はズンダラ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 パーン、みやみやみや、やねん、ありがとう、やねんでした、ありがとう、やねん、ありがとうございました。そして本日のハッピーラッキーウッキーパーソナリティショッキングピンク人間さんはパン、お、パワフリンリンリリン、ヘイでした、ありがとうございました。はい、ということでですね、なんだっけ、10月の19日20日に京都梅小路公園、梅小路公園七条広場にて、日体カルチャーフェア in 京都2024があります。タイのイベントで、なんと私は一日中 MC をさせていただきます。ほうほう。そして今のジェスチャーの通り、歌うこともさせていただきます。すごく楽しみです。特典会などもありますので、ぜひぜひ遊びに来てください、お願いします。そう、イベントの準備もしなくてはいけません。あ、ロッテね、そうだよ、楽天とロッテも今バチバチですよね、ほんと。そう、タイに行きたいです、本音は。こんな感じかな。そして YouTube 昨日アップしました、ぜひ見てから寝てください。コメント待ってます、読んでます。それでは皆さん、今日もありがとうございました。ほんならまた明日はお昼に配信したい所存です。どうなるか分かんないけど、お昼に配信したい所存です。おやすみなさい。それでは皆さん、今日も一日ありがとうございました。良いお年を。バイバーイ。うん、あ、その説はあるな。バイバーイ、ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。ぐるりと寝てね。こちらもだよ。そしてホークスファンの皆さん、おめでとうございました。悔しいですが強かったです。じゃあね、おやすみなさーい。 See you. Goodbye. ありがとうございました。バイバーイ、またね、おやすみ、ほなまた、あおー。おやすみ、バイバーイ。